武藤龍儀デュエリスト、ポケモンかなんか知らんけどボコボコにしてやる。見とけピカチュウ、絶対負けんぞ。ポケモンカードが最強ですよ。今回のこの戦いは絶対に負けれないので、全世界のポケモントレーナーたちが応援してくれているので絶対に勝ちます。何意気込み？そんなもんジャッジするだけだよ。うん、正しく。こういう世紀の戦いに不正はあっちゃダメ。うん。何信じるって。もう自分自身だ。もう信じるとしたら己。うん。自分信じちゃう。勝負の分かれ目？あ、ポイントか。うん、まあ、マスターコールの使い道でしょうかね。うん。それによっちゃ勝負の展開。うん。これ大きく分かれますよ。まだ取るの？うん。はいはいはい。なるほどね。まあ、ジャッジとしてはいい試合を届けた、それだけ。もういいでしょ、もういいんじゃない、取れたんじゃない、どうなのディレクター。 OK です。じゃあ帰るわ。さあ始まりました、モンスター VS 遊戯王異種カードバトル。実況解説は私エテポンゲでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。今互いにカードをシャッフルし勝負が始まろうとしています。ルールに関しましては各々が判断してください。決まったルールはございません。遊戯王はライフ8000、ポケットモンスターはサイドカード5枚でスタートします。今始まりました。先行は遊戯王。ポケモン側のトレーナーはピカチュウ、遊戯王側は痛みのデュエリストアザヤロ、ジャッジは痛みのジェイ。この戦いは異種カードバトル、公式協会の元に基づいてお送りしています。この勝者は世界異種カードバトル選手権決勝に進出することができます。非常に頑張ってほしいですね。カードを場に1枚伏せてさあ始まりました。裏側重要時で一体召喚ターンエンド。まあ、立ち上がりはセオリー通りというところでしょう。しかしです、さあどう出る、非常に難しいところですね。君に決めた。なるほど。タマゲタケを攻撃表示、カードを2枚伏せる。そしてポケモン。3体も。これあれ、
バニー、ポケモンの場合はバニーって。はい、ポケモンの場合は、5体までバトルフィールドに1体ポケモンを出すことができ、控えにポケモンを5体までセットすることが可能になります。すべてのポケモンを500出し、なおかつ、控えのポケモンもなくなってしまうと、ポケモンが負けということになりますので気をつけていただきたいですね。はい。ドロー。サイドカード、サイドカード1枚を引きます。さあ、遊戯王側。魔法カード。妨げられた怪獣の眠り発動。ここで魔法カード発動。このカードは一旦に1枚しか発動できない。フィールド上のモンスターを全て破壊する。その後デッキからカードとカード名が異なる怪獣モンスターを自分相手フィールド上に攻撃表示で、これは非常に有効なカードですね。一種カードバトルに持ってこいの遊戯王側の魔法カード。表示形式を変更できず、攻撃可能な場合は攻撃しなければならない。ちょっと長い。はい、とりあえずこのカードを使用したんでモンスター全部破壊。これでポケモン側はモンスターを破壊されます。して怪獣、控えは破壊されないみたいですね、はいはい。ここで、はい、ジャッジ、タイムが入りました。どう思います？どうやら勝手にデッキを見た怪獣モンスター、自分のということで、これは指導が入りそうですね。シャッフル、はい、あ、指導が入りました。シャッフルです。ズルは良くないですね。おっと、お互いということは、ポケモン側も、怪獣モンスターを一体場に出すことができます。互いに攻撃表示で、場にモンスターを一体ずつ出します。攻撃表示ですからね。ここでポケモン側が出たのは、これは伝説のポケモンカード。今回このカードはポケモン側に有利に発動したのではないかと思います。長い長いタイム、攻撃タイム、はい、向こう攻撃、向こう指導1、指導が入りましたね。少し考える時間が長引いてしまったようですね。アタック3300、とりあえず50ダメージ。攻撃力3300に対し、ポケモンカード側の攻撃力は審判ライフ、レフリーライフ何本ですか？3000、50、50、あと2950。とりあえず50のダメージということになりました。ターンエンド、ドロー、ブロスター召喚。ここでブロスターをバリ出す。まあ、ポケモンもね、ダブルバトルという方式もありますからね。2体目を場に出すこともあります。ここで2枚目のカラナクシ。2体揃うことによって、はい、そうです。はい。2枚行くことができる。これは一種カードバトルのみのルール。2枚被ることにより、サイドを2枚引くことができる。少し死後が多いようですね。デュエリスト側は、もっと3枚行かれたら負け。ちょっとデュエリストとして、真摯に戦っていただきたい。ディフェンス2600。やっぱ遊戯王側のね、人徳を疑われますよ。3300。あまりそういうことを言うと。3300×2。しっかりやってほしいです。遊戯王代表として。ちゃんとやってほしい。見て見て、ちゃんと見て。6600。ちょっと揉めてるようですね。アタック。
とりあえず攻撃力が6600ということになりましたね。まあここはすべて、ジャッジがすべて判断しますので。バージェストマン。トラップカード発動。ディノミスクス。フィールド上の表側表示モンスターを一体対象として発動できる。手札を一枚捨てて、対象のカードを除外する。素晴らしいカード。手札から。おっ、で身代わり非常にうまいですね。ここで縦トップスの化石を出すか。正解正解ジャッジから正解が出ました。いや実にうまいプレイですね今のは。今のはうまい戦い方だ。参考になりますね。ライフ8000に対し遊戯王が攻撃力3300減り、倍ですからね。ブロスター直接攻撃。これでガラ空きになった遊戯王側に直接攻撃が入ります。投手6000残り100ライフ100。いやー遊戯王側非常に劣勢ですね。サイドカード1枚ドロー、きたここで遊戯王側いいカードを引き込んだようです。これ伏せているカードを確認します。カードを1枚伏せで、さらにもう1枚伏せます。バニーモンスターは出せず、ドロー。これはもう勝負決まっちゃうんじゃないでしょうかね。ここでシャンデラを攻撃表示。あ、そっか、ライフゼロになっても負けじゃない。少しデュエリスト側の、デュエリスト側が混乱し始めてるんですね。考えたら負けです。この一種カードバトルにおいてルールを考え出したらその時点で勝負は決まってしまいます。来い来い。ここで直接攻撃。場にハガネールを出しましたね。にしてもポケモン側はカードの周りが非常によろしいようですね。一向に手札が減りません。これも一つのテクニックなのでしょうか。少し考えていますね。これジャッジのシャンカード発動。なんとか間に合いました。ここでトラップ発動。果たして効果的なトラップカード。このトラップカードが発動した時、その発動にチェーンしてこの効果を墓地で発動できる。この効果は通常モンスター、お、通常モンスター水属性の1200の0となり、ピカチュウモンスターゾーンに。ここでピカチュウ選手マスターコール発動。マスターコール、なにこれ。マスターコール、こことしかないようなタイミングでのマスターコール。正解。マスターコール発動。立て続けにトラップカード。ヨガも負けておりません。この魔王カードが存在する限りコスモモンスターは
これは永続トラップですね。墓地へ送らずデッキに戻す。非常にコズモデッキには優秀な永続トラップカードを発動させましたね。だがしかし場にモンスターがいない。モンスターの戦闘で自分が戦闘ダメージを受ける場合に一度だけ、その代わりにその数値分だけライフポイントを回復する。こいつの攻撃力レムになんぼ回復なんとか命をつなぎましたね。正解、はい、の数字分だけ。これで遊戯王側は6700、6600回。ポケモンが少し悔しい表情を見せています。攻撃、直接攻撃、攻撃、回復したそばから6000のダメージ。非常に痛い。この高火力なポケモンたちを止めることはできるのでしょうか。サイド1枚引きます。ドロー。コズモ、フォルミド、攻撃表示でしょうか。ここでコズモ、フォルミド、攻撃表示。シャンデラを攻撃。シャンデラを攻撃。50。シャンデラの攻撃強が50。500なので、これは、シャンデラ、撃破されます。ダメ。これはいけません。これはいけません。不正解出ました。場外いけませんね、これは。くそ、俺のXモンスターカード2体も召喚できる、そんなルールはございません。ターンエンド。特殊召喚ならまだしも、通常召喚で2体目のターン1ターンに一度に2体の召喚は認められておりません。解放。マスターコール解放。マスターボール発動。ここで相手側のカードを利用し、除外されている自分または相手カードを1枚対象として発動できる。そのカードを墓地に戻す。トラップカードが発動したとその発動にチェーンして、この効果墓地で、こういうことだ。そういうことです。うまく相手のカードを利用しましたね、うん、非常に素晴らしいマスターコールでした。まだ負けてない。ここでブロッサー攻撃します。相手の攻撃力は500、ブロッサー攻撃力3000。おう、そしてハガネイルを場に出す。ハガネイルをさらに場に出し、スーパーレア、アホカード、ハガネイルソウルリンク。ハガネイルソウルリンク。このカードをつけているポケモンがハガネイル X になって15番は終わる。勝負ありましたね。これで勝負は決まりました。ハガネイルのターンは終わりません。勝者ポケモンカード、ピカチュウ選手、ありがとうございました。